バレちゃ仕方ないな。試作品はすでにうちが食い尽くした。ずるい。ごめんね、少ししか作ってなかったから。朝ごはんにはちゃんと全部作るから。うーん、仕方ない。エリナ様もあまりすねるな。そんなに寝ぼけた様子で小児さんの料理を食べるのも。あ、そういや、ユユは相変わらずその呼び方なんだな。ん？いや、名前の呼び方、エリ以外を苗字で呼ぶやつ、そういえばってちょっと思ってな。確かに、そろそろ私も名前で呼んでほしい。うんうん、ほらやっぱりうちのこともカズミ様と。もうだから悪乗りしないの。でもそうね、この間はそれぞれだからなんて言ったけど、やっぱり私も名前で呼んでほしいかな。もうけえ、私だけ特別感あってよかったけど、しょうがないな。ゆゆちゃんよ、みんなのことも名前で呼んであげるのだ。別に呼ぶのが嫌で呼んでいなかったわけではないから、みんなのことだってその名前で呼べる。お、じゃあカモン。カズミさん。うん、いい感じ。次私。じゃあ私も。京香さんに。イサナさん。はい。もう名前のことはいいだろう。私たちだって別に名字で呼ぶことにこだわりがあったわけじゃない。それに実を言うと、そろそろ私たちも名前で呼んでみてもいいだろうかと思っていたところだったのだ。じゃあ催促しなきゃ、ゆゆ子が自分から呼んでくれるんだったんだ。ちょっと惜しいことしたな。惜しいこととはなんだ、惜しいこととは。しかし実際、ここのところみんなとの距離が近づいたのを感じていた。大きなトラブルが連続して起こり、みんなでそれを乗り切ったからかもしれない。そうだね、最近本当に大変だったもんね。そんでもって本当にみんながいてよかったって思った。わかる。うむうむ、頼もしい仲間たちって感じだぜ。まったく少し気恥ずかしいけど、でも事実だし。うんうん、頼れる仲間。少なくともこの旅行中は何も心配。あれ？そういえばこの旅行っていつまでの予定だったっけ？それは…お、エリ危ねえ。船漕ぎすぎて倒れそうになってたぞ。あ、ダメだ、私全然目覚めてないや。だってこんな時間だもの。みんなももう寝ましょう。私も寝るわ。ごめんね、起こしちゃって。明日の朝ごはん楽しみにしててね。うん、楽しみ。マジでうまいから、マジで楽しみにしてて。一人だけ抜け駆けしたカズミンの分は私にちょうだいね。それはないだろ。この旅行はいつまで
いつまでなのだったか。そもそもいつからなのだったか。ダメだ、もう眠気が限界だ。眠ろう、私も。一時はどうなることかと思ったよね。ほんとほんと、あのままお湯が出なくなったらって思うとたまんないって。かずみ、改めてありがとね。お湯は出るようになったけど、用水路のコック止めたせいで取れる作物少なくなっちゃったのに。何言ってんだ、確かに収穫量はあれになっちゃったけど、トマトは美味しくなることが分かったんだし、結果オーライってやつだって。かずみ、それにしてもイサナのトマト料理美味しかったな。ごくり、うちも思い出しちゃった。どうしよう、今日もトマト料理にしてもらっちゃう？いいねいいね、頼んでみよう。エリナ、お疲れ様。お疲れ。シャワーの調子はどうよ？うん、温度も水量も順調そのものだな。順調すぎて湯船に入りたい欲が出てきちゃった感じ。湯船、湯船か。たっぷり張られた熱々のお湯の中に、何も気にせず一気にダイブ。全身をうーっと伸ばして、あらゆる疲れを吹き飛ばす。はあ、いけないいけない、さすがに湯船を作っちゃうのは難しいよね。お湯も貴重なわけだし。まあ実際そうだよな。でもこれから生活がもっと楽になってきたら、例えばもっといい感じにお湯が作れるようになってきたら、提案してみるのもいいんじゃないか。いい感じにお湯を作るとは一体？そこはスルーしてくれよ。あ、そうだ、イサナとユユコどこ行ったんだろう。確かにしばらく見てないな。あいびきか。エリー、あいびき。二人で近所を散歩してるんじゃないかね。そうだよ、大方そんなところだろ。どうしたん、カズミ、なんだか反応が過剰なような。別にそんなことは。ユユちゃん、なんだよ。リサちゃん、だからなんだっての。別に。とにかく二人は散歩でもしてるんだろ。もうしばらく待っても戻ってこなかったら、ちょっと様子を見に行くってことでどうよ。そうだね、あの二人のことだし大丈夫だと思うけど。給電装置、給電システム、発電水車、
全て異常なしだったわね。安心したわ。うん、何よりだな。誰かがシャワーを使っていたようだし、きちんと作動していたかどうかホテルに戻ったら聞いてみるとしよう。ん、どうしたのだ、ショーニーさん。いや、イサナさん。ううん、なんでもないの。ちょっとね、カズミのことを考えてて。ああ、カズミさんか。ということは、やはり畑の収穫量の関係か。電力を優先すると決まった当初は落ち込んでいたようだが、カズミさんは…そうなの。カズミったら、落ち込んだと思ったらすぐに立ち直って、前向きに動き回って。私はカズミとは違って、いつもなんとなく、仕方なく、いつの間にかって流されてばかりだったから、だから余計にあの子の行動力が眩しく見えて。それは、うん、わかる気がする。だが私たちのモットーは適材適所だ。前向きな行動力で暴れ回るのはカズミさんの担当、料理でみんなを笑顔にするのはイサナさんの仕事。これでいいと思うかな。ユユコ、あのトマト料理、実に美味だった。ああしてみんなを笑顔にできるのはイサナさんにしかできないことだと思うのだが、あの美味なるトマト料理は少なからずみんなの希望になった気がするぞ。ユユコ、ありがとう。うん。おお、そうだ。希望といえば。希望？どうかしたの？うむ。今回私たちは飲用水浄水プラントやらを復旧させたわけだが、私たちが協力すれば他のものだって大胆に復旧できるのではないかと思ってな。そう、例えば今までは使えないと諦めていた設備を直せないと思っていた品々、これからはそんなものにも目を向けてみるのはどうだろうか。いいと思うわ。そうよ、そうよね。私たちなら。やる気のようだね、イサナさん。ユユコの話を聞いてたら力が湧いてきたのよ。希望、いいことじゃない。よし、それではホテルに戻ってみんなに話してみよう。目指せ、生活レベルの大幅向上。ええ。というわけだ。必要に迫られた時、私たちは大きな力を発揮する。あの力を持ってさらなる生活レベルの向上に努めるのはどうだろうか。はい、私は賛成。確かに生活は快適になってきたけど、まだまだできることはあると思うし、それにユユコが希望を感じたっていう話、私好きだから。だからって理由になってるのか。まあいいや、再探索の話、うちも賛成。だってほら、何かいいものが見つかれば発電量を落とさずに水量を確保できるようになるかもしれないし、そうすれば食料事情も安泰だもんな。私も賛成。よし、それでは全員賛成ということで。やったな、イサナさん。ええ、みんな頑張りましょうね。それじゃあ探索の前にご飯にしましょうか。わーい。ちょっと待っててね。わーい、イサナ、うちも手伝う。うん、ありがとう。メニューはどうする？あのさ、
またトマト料理尽くしは？そうね、それもいいけど、取りすぎるのは危険だと思うの。何かあった時のために余裕を持っておかないと。だよね。トマト料理尽くしはダメだけど、一品ぐらいなら平気だと思うわ。マジか。はいはい、マジよ。それじゃあ二人で取りに行きましょうか。形がいいのを選べば数が少なくても満足できると思うわ。よっしゃ、行こう行こう。ヒサナ大好きだ。やっ、もうカズミったら。ひとまず、いろいろな建物の中を調べてみることにしよう。これまで入ったことがある場所でも、今なら違った見え方がする気がするぞ。廃墟だっていうだけじゃなく、これ使えるんじゃねみたいに、見方と考え方をチェンジする感じか。そうね、たとえ壊れていても別の場所で見つけたものを使って修理できるようになるかもしれないし。つまりポジティブな目線で探索しようぜってことだな。よし、じゃあポジティブ探索スタート。はるかに巨大なものを復旧させた今となっては直して使えるかもと思えてくるぞ。
ポジティブ探索いい感じじゃん。で、めっちゃへこんでるカードリーダーってどうやったら使えるようになるんだ？それはこれから考える。そこもポジティブなんだ。